はい、ということで今週のアップデート内容を見ていこうかなと思います。で、今週はこのメンテナンスが4時50分から8時までとなっているので、まあ、いつもはね、だいたい5時から7時だと思うんですけど、これね、いつもと時間が違うので、みんなね、これ朝からね、7時からやるっていう人は注意してください。この4時50分から8時までとなっています。で、まず1つ目なんですが、やっとね、クロスサーバーが来ます。7月31日。あとね、もう5日後ぐらいかな。から、7月31日の5時から先行じゃないや、先発サーバーで共同激闘が開始しますと。まあ、これはね、もうクロスサーバーのことだと思います。で、この共同激闘に関しては、一応ね、このページでいろいろルールとかね、載ってるんで、こっちをね、まあ、ご確認ください。で、このサーバー区って、これがね、多分、ここに書いてあることが、多分このクロスサーバー、まあ、合体するサーバー区なのかなと思います。なので、まあ、このサーバーの人たちが、同じね、サーバー区になるっていう感じだと思います。で、続いて2つ目が、チャプターキャラが3体追加ということで、そのうちね、1体は通常ガチャからも出るので、まあ、前回ね、まあ、法政がその通常ガチャ枠だったんですけど、まあ、法政に関してはね、まあ、全然使えなかったんで、まあ、今回はね、まだ性能わかんないんですけど、まあ、使えると、まあ、嬉しいかな。まあ、この無課金キャラなんでね、まあ、どうしてもちょっと弱いっていう性能にはなるかもしれないんですけど、まあ、その辺はね、楽しみにしておきたいです。で、続いて3つ目、信玄舞。これがね、この炎章と諸葛亮なんですけど、もうこれは待ち望んでた方かなり多いと思います。もう自分もね、諸葛亮に関してはもうかなり待ち望んでたんで、やっとね、来てくれたっていう感じなんですけど、しかもね、まあ、炎章に関しても、この SSR キャラじゃないので、まあ、無課金勢もね、歓喜といったところで、もうかなり嬉しいです。もうとにかくね、この諸葛亮の玄武の性能が気になります。まあ、炎章もね、めっちゃ気になってます。まあ、まず炎章なんですけど、この炎章に関しても、この奇策限界においてね、もしかしたら玄武が必須っていう場面がね、出てくるダメージを伸ばすとしたらね、この炎章の玄武が必須っていうなる場面が、もしかしたらね、ある可能性があるので、まあ、炎章の玄武も絶対取っておきたいと。っていうか、そうね、まあ、奇策限界のこと考えたら、自分は炎章を優先したいかな。ただこの諸葛亮も使える可能性があると。こいつもね、まあ、気力妨害、気力回復できるので、こいつの玄武ももしかしたら奇策限界で強いかもしれないと。もう本当にね、もう玄武ガチャのチケット全然ないんで、まあ、両方ともね、取れない可能性あるんですけど、これはもう2体とも楽しみです。どういうね、性能になるかっていうのはまたね、判明したら動画にしようかなとは思います。で、続いて4つ目が、霊石を追加ということで、これはね、ギルドイベント内での新しい交換アイテムの形かな。まあ、前回ね、紹介したんですけど、まあ、そんな感じだと思います。まあ、これはね、実装されてみてからの、まあ、楽しみという感じです。で、5つ目が、新規とのデートストーリーを追加。6個目が、来月8月の、課金スキン、パススキンが露宿のスキン。で、そして復刻スキンとして、大凶のスキンを追加しますという感じになっています。で、このパススキンでね、人気キャラの等伯とか来たらね、もう最悪だったと思うんですけど、まあ割とね、人気のない露宿ということで、これはね、良かったかなと思います。まあ、このパス、課金パススキンでね、もう人気どころが来たらね、まあ、ちょっとプチ炎上しそうなぐらいね、まあ、等伯とかね、諸葛亮とか来たらね、ちょっとやばいってなるんですけど、まあ、ここはね、人気がないスキンが来てくれると毎回ありがたいなと思います。で、7つ目が、成長リワードの英雄さんを追加と。まあ、これはね、課金税だけになるんですけど、まあ、なんか高いやつかな。4900円とかする、まあ、いろいろね、4つ種類あると思うんですけど、まあ、多分それだと思います。まあ、無課金でもね、毎日ログインしたらなんか4種類の、受け取ってるやつです。で、8個目が、8月15日より、復刻召喚でウィッシュ機能で雨金学信が選ぶことができますと。まあ、今度のね、復刻召喚来るときに学信雨金も一応ね、選択が可能ですと。今回は特にね、テキスト修正とか情報修正はなかったんで、まあそんな感じかな。まあ、このね、クロスサーバーがもうやっとね、7月31日よりね、開催ということで、もう日にちがね、やっと出てきたんで、もうめちゃめちゃ楽しみです。どういうね、感じに盛り上がっていくのか、そしてね、この共同激闘がね、どういう感じでね、まあ、やっていくのかっていうのもね、楽しみにやっていきたいなと思います。ということで、今週のアップデート内容でした。ご視聴ありがとうございました。